めちゃめちゃ綺麗になったんだけど、やっぱり、まがまがしいね。というわけで皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。今回からこちら、ポケットモンスター、シャイニングパール、ゲーム実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。昔ですね、ポケモンのパールの実況はやっておりましたけれども、今回は、そのリメイク版ですね、シャイニングパールの実況をやっていきたいと思います。で、まあ、神話地方の冒険はですね、これで3回目となりますので、まあ、サクサクと進められればな、というふうに思いますけれども、はい。頑張っていきます。よろしくお願いします。もう、ポケモンの実況が剣盾以来なので、まあ、ちょっとね、拙い部分もあるかと思いますけれども、何卒よろしくお願いします。じゃあ、ご託はいいので、さっさとやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、行こう。どの言語を使いますか？お。この音はあれだね。剣盾の時の音ですね。へー。じゃあ、日本語でいきますか？ひらがな漢字は設定でいつでも変更できます。親切設計ありがたいですね。選んだ言語で、はい、始めていきましょう。うむ、よく来た。ポケットモンスターの世界へようこそ。なんかもう字がすごい綺麗ですね。おー、ナナちゃん、久々。私の名前はナナカマド。なんか若返りました？綺麗になったからかわかんないけど。みんなからはポケモン博士と呼ばれており。この世界にはポケットモンスター。縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が至るところに住んでいる。お。ああ、ゴンベは相変わらず。我々人間はポケモンと仲良く暮らしている。一緒に遊んだり、力を合わせて仕事をしたり、そしてポケモン同士を戦わせ、絆を深めていったり。で、私はそんなポケモンたちのことを詳しく知るために研究しているのだ。なんか年の割にはなんか若返った気がしますけどね、こいつ。さて、そろそろ君のことを教えてもらおう。おお、すごいなんか、今までね、ダイパは実況してきましたし、生配信プレイでもやってきましたけど、なんかすごいね、金髪のイメージがないからすげえ違和感があるね。へえ。そっか、デフォがこれだよね。へえ。どうしようかな。できれば金髪にしたいんだけど。でもどうしようかな。まあ普通にやってみるか、後でなんか変えられるんですよね、確かね。普通で言ってみよう。で、君の名前は、女の子でいきますよ、今回は。はい。ミツナでいきます。妹キャラのミツナを使ってやっていきたいと思います。こんなおっさんが使っていきます。よろしくお願いします。ミツナさんだね？そうです。ふむ、ミツナというのか。いい名前だ。ありがとうございます。うちの親も喜びますよ。うお、こっちの少年は君の友達だったな。いや、そんな人よく知らないですけど。彼の名前も教えてくれたまえ。ひさし、そうすけ、好きー。あきと、のぞむ。まあ、自分で決めます。ライバルといえば、おなじみのこいつですね。ハリアくんです。まあ、詳しくは、今までのポケモンの実況を見ていただければと思います。よろしくね。ハリアもう、毎回これ歌わないと気が済まないっていうね。それで合ってるよ。みつな、急に大声出すな。びっくりすんだろうが。これから君だけの物語が始まる。そこで君は様々なポケモンや多くの人に出会い、何かを見つけるだろう。さあ、ポケットモンスターの世界へ。さあ、行こうぜ。妹、再び冒険へ。結局のところ、捜索隊の努力も虚しく、珍しい色違いのポケモン、赤いギャラドスの姿は、一目目撃することさえできなかったので、ありました。めでたし、めでたし。いいお話でしたね。いやー、いいお話でした。結局、赤いギャラドスは伝説となったわけですね。なるほど。おー、すげえ。なんか、最新のテレビなんだか、アナログ式なのかよくわかんない形したテレビですね。というわけで、特別番組、赤いギャラドスを終え、全国ネットでテレビことぶきがお送りしました。
また来週このチャンネルでお会いしましょう。なんでミツナちゃんはな、あ、あ、そんな変な体勢でテレビを見てたんだ。へえ、あ、なんか動いてる。ほったらかしにしても、こうやって勝手に動くんだ。へえ、おおおお、これがミツナですよ、皆さん。メニューは X か。はい。1階に行こう。へえ、あ、設定。じゃあ、まあ、こういう細かいのは後でやっておきましょう。まあ、ひとまずは、進めていきましょう。これ、走れない。え、これ、ダッシュはどうやってやんの？書いてねえや。書いてない。まあ、ひとまずはパソコンチェック。ミツナはパソコンをチェックした。ポケモン基礎知識。この世界ではポケモンと人が一緒に暮らしてます。ポケモンを戦わせる人をポケモントレーナーと言います。トレーナー。テレビの電源は消してある。お、スイッチじゃん。ニンテンドースイッチ。最新型のゲーム機。あ、おなじみのスイッチですね。最新の新型のスイッチではなく。X ボタンを押すとメニューが開く。随分とまあ広い。すごいね。フローリングがすごい綺麗だよ。これ、水野ちゃん気をつけないとさ、この子スカート短いから見えるよ。もう。お、寝れる。めっちゃシュールなんだけど。はい、起きました。じゃあ行きますか。すごいなぁ、なんか。綺麗になって。あ、ラッキーが映ってるよ。おぉ。ミツナ、さっきハリア君があなたを呼びに来たわよ。お母さんの頭でかいね。なんか。なんだかよくわからないけど、大急ぎなんだって。はーん。はーんって終わっちゃったけど。じゃあ行きますか。あ、何？そうだ、ミツナ。草むらに入っちゃダメよ、絶対ダメよって。野生のポケモンが飛び出す。残念ながらね、持ってないんだよ、ポケモンは。みんな置いてきちゃったよ。双葉タウン。おぉ。ミツナの家。科学の力ってすげえ。ほらね。科学の力ってすげえ。今じゃ無線を使って世界の人々で遊べるんだと。もうね、普通だからね、それがね。すごい世の中になりました。ここは？お邪魔。もう生配信プレイでダイヤモンドやったのも、もう3ヶ月ぐらい前なんでね、抜けてるところもあると思いますけど。ねえねえねえ、ミツナさん。私、可愛いポケモンが欲しい。可愛いポケモン。なんだろうね。やっぱ、おすすめはマッシュブーンですかね。聞いたか？隣町のポケモン博士が。4年ぶりに戻ってきたとよ。何かすごいポケモンでも見つけてきたのかの。いや、こういう風になんかスティックで主人公を動かすのは、剣盾の実況以来なんで久々ですね、かなり。ここは双葉タウン、若葉が息吹く場所。野生のポケモンは襲ってくることもあるけど、仲良くなれる存在なのがポケモンなのよ。ほう。はい、お邪魔。またハリアと一緒に遊ぶんだろ？ほんと仲良しだな。いや、やめてくんない？友達になったことねえぞ、あいつと。これ、オートセーブなんですかね？なんか右上にセービングみたいなやつが出ましたけど。その設定は変えられないのか。まあいいけど。ニックネーム表示。通信対戦でポケモンのニックネーム出すか。あー、なるほどね。相手のニックネームってことか。お任せ、あ、これか。しなくていいです。お任せはいいです。おい。はい、変えてください。で、ハリアの家。うぃドン。字がでかくなりましたね。そして綺麗。お、表情もついてるね。なんだってんだよって、ミツナか。おい、湖に行くからさ、早く来いよな。女の子をね、初っ端からデートに誘うなんて、なんてハレンチだ。いいか、ミツナ、遅れたら、罰金100万円な。お前はその100万円をもらってどうすんだよ。おー、なんだ。出た。忘れ物。いや、そんなしかめっ面ね、こっち見られても困るわけですよ。はい、お邪魔。大丈夫かな、このお母さん。すごい、なんか目がトローンとしてますけど。ああ、ミツナちゃん、ハリアを呼びに来たの？
あの子ったら今出て行ったのにすぐ戻ってきちゃったわ。本当にじっとしてないの。誰に似たのかしら。だからね、再三言ってる通り、それはあなたに似たんですよ、お母さん。そんなポケっとした顔してますけど。どうも、失礼しますよ。あ、くそ、開けらんね。開けらんね。どれどれ。バッグと冒険ノートも持ってくか。お、ミツナ、湖に行くぞ。道路で待ってるから、遅れたら罰金1000万円な。もう言いたいだけだな、こいつはな。201番道路。あ、おなじみの BGM が。パッ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 パン、パッ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 パンと。なあなあ、さっきのテレビ見ただろ？なんだっけ？あのギャラドスのやつか。赤いギャラドスを追え、湖に現れた怒りのポケモンの謎。俺さ、思ったんだよ。あの湖にも、あんなポケモンいるはずだって。だからさ、俺とお前で、そいつを見つけに行くんだよ。いや、いいよ。余計なことしないで。ハリア君すごいね。なんか髪の毛がさらにボリューミーになってない？この子。あー、ついてくれ。ママーって。おい、どこに行くんだよ。幻のポケモンが俺を呼んでるんだぜ。じゃあお前一人で行けよ。私呼ばれてないから。くそ。こっちは？ママの言葉を思い出した。おう。ミツナ、草むらに入っちゃダメよ。野生のポケモンが飛び出すからね。からね、からね、からね。自分のポケモンを持ってれば大丈夫なんだけど、けど、けど、けど。ほう。じゃ、しょうがないね。おー、すごい。綺麗になったね。宍道湖のほとり。タウンマップもね、まだ先だからね、手に入るのはね。この先、宍道湖。宍道湖ってそういう漢字書くんだ。気持ちを表す湖。なんか感動を覚えてしまってますけど。さあ行こうぜ。よし、湖、赤いギャラドス見つけるぜ。うん、だったら上都地方行った方が早いんじゃないか。なんだ博士、向こうも変わったことは何もないみたいですよ。うむ、そうか、気のせいかもな。どうも昔とは何か違うようだが、まあこの湖が見れただけでよしとしよう。コウキ、では戻るとするか。あら、博士急にちっちゃくなりましたね。さっきはすごいでかかったのに。それよりも4年ぶりの新大地方はどんな感じですか？そうだな、新大地方には珍しいポケモンが多い。ムックルとかビッパとか研究の違いがあるだろうな。まあそこら中にいるけどな、そいつらな。おお、失礼、通らせてもらうよ。いえいえ、どうぞ。ちょっとごめんね。なんで私の方だけ今2回見たんだ、お前。今見逃さなかったぞ。ちょっと変な目に見てくんじゃねえぞ。なんだ今の2人。あれ、ミツナ、ちょっと見に行こうぜ。何を。なんだよ、草むらに入るなってか。そうだそうだ。平気平気。ちょっとならポケモンだって出てこないって。そのちょっとっていうのがダメなんだよ、まったく。こういうやつがな、きっと飲酒運転とかするんだろうな。ダメだよ、酒飲んだら。運転しちゃダメですよ。一滴でもダメですよ。カバンだ、見りゃわかる。さっきの人の忘れ物だな。どうすりゃいいんだ。すごい、なんか草むらがでかいね。届けようにも今の誰だ。博士って言ってたけど。来た。すごいね、キャラクターたちのさ、表情が豊かになってるから、すごい臨場感があっていいですね。なんだってんだよ。だからお前が何なんだよ。ほら、もう言わんこっちゃない。さあ来ました、モンスターボールだ。この感覚なんなの。まあいいんだけど、これで戦おう。もう全部投げりゃいいよ、もう。どれにする？これ、見れますよね、きっとね。若葉ポケモン、ナエトル。このポケモンにしますか。小猿ポケモンのヒコザル。ペンギンポケモン、ポッチャマ。さあ、おなじみの選択のお時間がやってまいりました。ポケモンの特徴は、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 ポケモ
やはり使っていないこの子にしましょう。若葉ポケモンナエトル、今回はこの子にしたいと思います。お待たせしました。はい、よろしくね。さあ行こうぜ。あ、かわいいね、ムックルーさあサウスポー行きましょう。あ、かわいい。おお、いいね、 BGM ね。こういうのもね、楽しんでいきたいですよね。さあ行こうぜ。まあ剣盾やってるんでね、こういうなんか綺麗な感じのポケモンって慣れてはいるんですけども、鳴き声微妙に、ナイトル尻尾があるんだねちっちゃいな尻尾まあ亀だからしょうがねえのか。はい、体当たりドン、ちょい残し、ひたすら泣いてしか来ないけど、じゃーんて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 んと、よいしょ、これでレベル1上がるかな。後で捕まえてレベル上げるからな、お前は。あれ上がんね意外と経験値もらえなかったんだけど。そっかそっか、残念。うわー、お前のナイトルすごかったなー。だけど俺のヒコザルの方がもっともっと強かったけどな。そりゃそうでしょ、お前の方がタイプいいの選んでんのか。って、俺もお前も人のポケモン使っちゃったけど大丈夫だよな。まあ窃盗罪だな。あ、よかった、カバンあった。博士に怒られるところだった。そうなるよな。もしかして君たちポケモン使った？うわー、博士と警察にどう説明しよう。窃盗罪だよなこれ。このカバンは博士のだから持っていくからね。いや、あのナイトル返しますよ。あの、返すって。ああ行っちゃったよ。なんだあいつ。いや、お前もなんだよミツナ、とりあえずここから出ようか。いや、さっきので俺のポケモン傷ついちゃったし。へえ、またポケモン襲ってきたらちょっとやばいんだよな。何もう自分のものにしてんだよあくまでこれ借り物だからな。あ、いたいた。あ、さっきの人だ。俺たちのことを睨んでないか？いや、私は可愛いから睨まれてないよ。お前では睨まれてんの。ほら、怒ってんぞ。コウヒから聞いたが、ポケモンを勝手に使ったそうだな。すいませんでした。見せろ。ナエトルに引っ越せるか。なぜポッチャマは使わなかった？いや、生配信プレイの時にちょっと使っちゃったんで、私はいいかなと思ったら、ねえ、ハリアが勝手に引っ越され使ったんです。うむ、そうか、そういうことか。生配信プレイか。そうだな。コウヒ、警察署に行くぞ。こいつらを連行する。そうだな。わかりました博士って。後で警察署に来た方がいいかもね。そうだね。じゃあまた。ほら、結局捕まっちまったじゃん。なんだ今の。怒るなら怒ればいいのに、この後怒られんだよ。それにポケモンを返さなくてよかったのか。これから返しに行くんだよ警察署で。ミツナ、俺たちも帰ろうぜ。あ、家に帰ってきてる。お母さんの頭どうなってんのこれで、なに、警察に捕まったって。そんなことがあったんだ。ハリアってやつがな、勝手にポケモン取っちまおうぜっつったからだよ。でもあなたもハリア君も無事でよかった。まあ、ひとまずはね。その博士って人、きっとマサゴタウンの七かまど博士。へえ。なんでもポケモンの研究で有名な博士って聞いたわ。へえ。あと怖いって噂も。そうな、すぐ殴ってくるらしいですよ。ミツナ、どうしてポケモンを使ったのか、きちんと説明をするために、マサゴに行くべきね。まあそうな。大丈夫。きっと分かってもらえるわよ。まあそうな。理路整然と行きましょう。そうだミツナ、これは履いていきなさいよ。なんだ？ズボンか？ああ。ランニングシューズ。なんだ？ズボンじゃなかった。マサゴタウンに行くのだって、冒険みたいなものでしょ？大冒険ですよ。ランニングシューズを履いていけば、遠くにだってあっという間。取扱説明書読むね。取扱説明書ってついてこないと思うけどね。ランニングシューズは L スティックを深く倒すことでもっと速く走れるようになります。
ランニングシューズを履いて思いっきり走りまくろう。だってかっこいい。あ、もう履いてる。家の中で靴履いちゃダメだよ、みつなちゃん。やっほー。あー、もういいよ、もういい、母ちゃん、もういい。はい。お、まさこたん。お、なんだお前。あ、待ってたよ。こっちに来て、博士が待ってる。やばい、連行される。ちょっと待って、私は無実です。ほら、ここがポケモン研究所。中で、なんだ。お、またお前かよ。なんでいちいち人にぶつかってくんだよ、お前は。なんだってんだよ。って、見てなか。あのじいさん、怖いというか、むちゃくちゃだぜ。いや、お前の頭もむちゃくちゃだぞ。まあいいや、みつな、俺、行くよ。警察に？じゃあな。そうな。罪は償っていかないとな。なんだ？君の友達って、すっごいせっかちなんだね。いや、あの、友達じゃないです。まあいいや、中に入ろうよ。気は進みませんが。あー、待ってるよ。そんなに見てこないでくれますかね。やっと来たか。やっととか言うのはこっちは大変だったんだぞ、今。ミツナだね。もう一度、ポケモンを見せたまえ。ふむ、なるほど。このポケモン、なんだか嬉しそうにしておる。そりゃそうだよ。そこら辺のおっさんにモタれるよりね、こんな可愛い女の子にモタれた方がポケモンとしても嬉しいわな。うめ、わかった。そのナイトルは、君にプレゼントしよう。やったぜ。せっかくだ。ニックネームをつけるかね。もちのろんですよ。ロンですよ。さあ、ナイトルですね。ニックネームつけてあげましょう。今までのポケモンの実況でもそうだったんですけれども、御三家にはいつも僕は相棒という名前をつけておりました。また、ね、カタカナだったり、ひらがなだったり、いろいろしてるんですけれども、前にパールの実況をした時にはね、こういった形で相棒とひらがなでつけていました。ダイヤモンドの生配信プレイの時にも同じようにポッチャマに名前をつけました。ふむ、なるほど。そのニックネームでいいのかね？いいぜ。女にも二言はねえぜ。湖でのことはさっきハリアから聞いた。まったくクソガキだなって。初めてなのにうまくポケモンと戦えたと。おお、褒めたたえていましたか。それに、私が見たところ、君とポケモンとの間に、わずかながらも絆を感じる。だから、そのナイトルを君に任せようと思うのだ。ありがとう。じゃあ、そういうことで私は。君がポケモンに優しい人でよかったよ。そうでなかったら、はぁ、考えるのもやめよう。そうな。さて、本題だ。君に頼みたいことがある。嫌です。私の名前は七カマだ。自己紹介2回目だ。ポケモンの研究をしている。そうですか。まず、新王地方にはどんなポケモンがいるのか、その全てを知っておきたい。頑張ってください。そのためには、ポケモン図鑑に記録していく必要がある。はい。そこでお願いだ。このポケモン図鑑を託すから、君は新王地方にいる全てのポケモンを見てくれー。いや、いいです。このまま何時間でも黙っていていいのだがな、私は。まあ、あんまりね、何時間も何時間もいるとですね、動画の尺的に大変なんですよね。さて、もう一度聞こう。もう分かったよ。やりゃいいんだろ？分かったよ。口が悪い。うむ、いい返事だ。はい、どうも。ありがとう。そのポケモン図鑑は、君が出会ったポケモンを自動的に記録していくハイテクな道具だ。だからミツナはいろんなところに行って、すべてのポケモンに出会ってくれ。あなたは何をするんですか？僕も同じポケモン図鑑を持ってるんだ。じゃあ君が全部やりゃいいじゃん。ポケモンと一緒に201番道路を歩いた時、どんな気持ちだった？いや、ひとまずあの瀕死になっちゃったんで、早く里に帰らせてくださいと思ってました。私は生まれて60年。未だにポケモンと一緒にいるだけでドキドキする。すごい、どんどん顔がアップになっていく。すごい、だって画面のさ、半分近くが博士の顔なんだけど。面白いな。いいか、世界にはとてもたくさんのポケモンがいる。それは知ってるよ。あなたより知ってますよ。つまり、それだけたくさんのドキドキが待っている。おお、それはドキがムネムネですな。さあ、行きたまえ。今、ミツナの冒険が始まるのだ。もうあなたに言われるとなんかやる気なくすな。僕も博士に頼まれて図鑑のページを埋めるんだ。だから君がね、率先してやりゃいいじゃん。だから君とは同じ目的の仲間ってことだね。
ちょっと仲間なんていう言葉でね、一緒にしないでくれます。あくまで他人ですから。後でいろいろ教えてあげるよ。いや、結構です。言っちゃったし。私、帽子がないんだけど。帽子がないんだけど。さあ、行きたまえ。はい。あれ女主人公の子って帽子かぶってたよね。こうきくん帽子かぶってたのに、私帽子がないんだけど。なんか見逃した？まあ、いいや。図鑑。さあ、我が相棒を見ておきましょう。ナエトル、若葉ポケモン。全身で光合成をして酸素を作る。喉が渇くと頭の葉っぱがしおれてしまう。へぇー。へぇー。おぉ、なんだなんだ、なんだこれ。お？コーラス、フィルター、何これ？動きだって。わぁ。わぁ。そんな鳴き声じゃねえよ。わぁ。鳴き声だって。おお、止める。あ、止まった。まあ多分これ剣立ての時にもできたんだろうな、こういうことな。面白い。かわいいじゃん。これでポケモンの動きがね、より鮮明にね、わかるってことですかね。ポケモン図鑑も進化してますな。せっかくなんでポケモン捕まえるところまではなんだ。あ、ミツナ、いろいろ教えてあげるから。いや、いいよ。いいって、なんか始まったぞ。この赤い屋根の建物がポケモンセンター。戦って傷ついたポケモンを元気にしてくれる場所だよ。知ってるよ。全世界の子供たちが知ってるよ。ポケモンセンターはいろんなところにあるんだ。はい、フレンドリーショップですね。ここではいろんな道具を買うことができます。こっちの青い屋根の建物はフレンドリーショップだよ。いろんな道具を買ったり売ったりできるお店だね。僕の方が先に説明しました。はい、買える道具が少ないけれど、まあ気にしなくていいよ。なんだその上から目線。そうだミツナ、七かまど博士のお手伝いでポケモン図鑑を作ること、家の人に言っておいたら。遠くに行くこともあるから言っておいた方がいいと思うよ。はい、わかりました。ポケモンの捕まえ方を教えてほしかったんだけどな。早く捕まえたいな。じゃあまた実家に帰んなきゃいけないのこれ。もうね、どうしたのミツナ。ちょっくら長旅してくるわ。でチャンピオンになって帰ってくるわ。そう、七かまど博士からそんなすごいことを頼まれたの。あ、そうだ。ごめん母ちゃん。そうだ、ポケモン図鑑作れって言われたんだ。まあ、作る気あんまないけど。よーし、頑張れ。ママ応援しちゃうから。ありがとう。そうだミツナ、いいものあるから持っていきなさい。なんだ、お父さんが残してくれた遺産か。冒険ノート。なんだそれ。その冒険ノートにはあなたが冒険する中で気になったこと、疑問に思ったことが書かれてるはずよ。へえ。いいな、冒険の旅。母ちゃんも来るかい？しかも一人じゃなくてポケモンと一緒でしょ。ママが行きたいぐらい。あ、別にいいですよ、代わりに行ってきていただいて。なんてね。母ちゃんも行こうぜ。いろんなことに出会っていろいろ感じることがママのハッピーになるんだから。でも時々は帰ってきてよ。あなたがどんなポケモン捕まえたかママも知りたいし。そうな。お、冒険ノート。冒険に役立つ情報が書き込まれていくよ。バッグの大切なものから確認。おお。なんだ。お、人ん家に勝手に入ってくんじゃねえよ、お隣さん。すいません、こちらにハリア来てます？いや、来てないっす。え、来てないけど。そうですか、じゃあもう行っちゃったんだ。困ったな。あの子、冒険するからってそれだけ言って飛び出しちゃった。あら。向こう水で無鉄砲だから、これだけは渡しておきたかったのに。もうお母さんそっくりじゃないですか。大丈夫、ミツナが届けてくれるわ。いや、ママ何勝手なこと言ってんの。ね、ミツナ。いや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 、持ってかないよ、そんなもん。ちょっと。そう？じゃあお願いしちゃっていい？ママパワー強えな。ミツナちゃん、これ、ハリアに届けてね。お届け物。私、宅配員じゃないんですけど。はい。ミツナ行ってらっしゃい。冒険の旅楽しんできて。はーい。そうね、多分まっすぐコトブキシティに向かってると思うけど。じゃあハリアのことよろしくね。はーい。はーい、じゃあ行ってくるよ母ちゃん。涙の別れだよ。あ、ミツナ、大事なもの忘れてるわよ。なんだ、父さんの遺産か。なんだ。おー、帽子。やっとかぶったよこの子。うん、やっぱりミツナはその帽子がよく似合うわね。そうね、よく見るからね。じゃあ行ってらっしゃい母ちゃん。行ってくるよ母ちゃんって。じゃあ行ってくるね母ちゃん。
本当に行っちゃうぞ、行くぞ、行っちゃうぞ、行ってきます。いたぞ、早くモンスターボールをくれモンスターボールを起こせ。水野ってポケモンの捕まえ方のコツもうバッチリ分かってるのかな。もうバッチグーですよ。僕がポケモンの捕まえ方を教えてあげるからそこで見てて。うん、いいよ。ちょっと、もうわアホー。お、ぼっちゃま、お、ダメージを与えていきますよ。ぼっちゃまがはたく、ペッチ、野生のビッパーは体当たり。はい、お、急にドヤ顔したぞ。よし、体力が減ったところでモンスターボールを投げよう。バックを選んで、傷薬ではなくモンスターボールを選ぶ。25個になってる、減ってますね。こういうねチュートリアルの時にはだいたい50個持ってるのがお決まりだったんですけど、25個に減ってますね。やっぱりポケモンの世界でも不況なんですかね。よっしゃー、ビッパーを捕まえた、やったぜやったぜ母ちゃんおら、ビッパさ捕まえただ。ざっとこんな感じかな。そんなドヤ顔で言ってもな、お前な。本当はもっと体力を減らした方がいいけどね。そう、大事なのはポケモンの体力を減らすこと。元気いっぱいのポケモンはなかなか捕まらないんだよ。そうだな。でもレッツゴーイブイの時には簡単に捕まったぞあとはポケモンの技で眠らせたりするともっと捕まえやすくなるかな。そうだ、ミツナにモンスターボールをあげるよ。残り24個全部くれ。やった、もう帰るのかな。ポケモンがたくさんいれば遠くまで行ける。そうすりゃもっとたくさんのポケモンに会えるからね。じゃあね。はい、しゃあゲットしたるぜ。あ、お届け物ね、モンスターボール。おお、20個くれたすごい、冗談で今24個とか言ってたんですけど、すごい20個もくれた、やった、やるじゃねえかあいつ。お、傷薬10個、フレンドリーショップのお姉さんが10個もくれた。マジか、だいぶ親切設計。今見たけどお小遣い8000円も持ってんじゃん。ダメだよお母さん、小学生に8000円も持たしちゃうね。もう駄菓子屋で全部買い占められるんぞ、お菓子。あ、トレーナーカートって、おお、こんな感じですねこんな感じですね。で、回転する。ああ、これミツナちゃんが回転するのね。へえ、バッジを見る。おお、なるほど。で、まあおなじみのジムリーダーたちですね。なるほど。ん？今カードの裏側にあったの。裏は何？ほー。なるほど。うん。まあまあまあ。いやー、久々にこうやってね、ポケモンを収録しておりますけれども、楽しいですね。こんにちは、ポケモンセンター。さあ、回復しましょう。どんな感じかな？てってってん、てん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 。うん。OK。大変お待たせしました。いや、そんなに待ってないよ。ものの10秒も待ってないよ。はい、ありがとうございます。よし、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。1回目のポケットモンスターシャイニングパールの実況はここまでにしておきたいと思います。まあ過去にですねポケモン実況についてはたくさんやっておりましたので、ぜひですね過去の見てないよという方はですね説明欄の方から飛んでみていただければと思います。まあ今までのねポケモン実況と同じような感じで進めていければなというふうに思っておりますし、特にこのねダイパについてはパールの実況もやってましたし、ダイヤモンドのね生配信プレイもついこの前やったばっかりですので、今回3回目ですかね。まあ新大地方については慣れてる方なのかなと思いますので、はい、サクサクといければいいなとは思っております。まあサクサクと進めつつ細かいところもね楽しんでいければいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ここまでのお相手は私ゲーム実況者のミツでございました。ではまた次回の実況の方でお会いしましょう。バイバイ。